なんかやっぱ玉木さんと私のアナログとデジタルの違いが出れてるような気がいたしましたけども、客の気を取れないような有名人だと怖いですよね。ただ2名ぐらいですね、多分皆さんに言っても名前を知ってる人が今上がっているので、今の時代ネット戦略をよりですね効果的にやっていく必要があるのではないかなと。私、茨城県取手市の市議会議員、山上隆と申します。玉木先生、前原先生、本日は茨城県水戸までお越しいただきました。本当にありがとうございます。この国民主党の支持率のことなんですけれども、私はですね、今、この支部長の話もされましたが、今、このスカウト活動、どのぐらい、こう、例えばですね、文化人だとか、著名人、元スポーツ選手だったりですね、知名度があって、なおかつ心ある方を、どのくらいの割合でスカウト活動されているのか、こちらをお尋ねしたいと思います。はい、ありがとうございました。それでは、玉木候補、前原候補の陣で回答をお願いいたします。はい、スター選手に限らずですね、今、スカウト活動や広報活動をやっています。この前、国民政治塾ってことを始めたら650人の人が来てくれて、その中から550人を今、選定して塾をやっていると。その中にも、全国各地から、候補者、足りる人がいます。ただ、必ずしも国政じゃなくて、次の地方選挙を狙いたいという人もいるので、いろんな形でお話をしているのと、あと、いい人がいるんですけど、そこは現職を得たりとかですね、マッチングがうまくいかないので、その辺の調整を今しています。で、有名人で言うと、この人がいますってこと言えないので、ただ、2名ぐらいですね、多分皆さんに言っても名前を知っている人が今上がっているので、政党も含めて今、調整を行っているというところです。はい。ありがとうございます。前原候補、よろしくお願いします。はい。山上、ありがとうございました。私、去年の参議院選挙の時まで、選対委員長を兼務させていただいておりまして、比例のかさ上げというものを、とにかくやらないと、4人は取らないということなんですけども、ジレンマがありました。つまりは、中途半端に票を取る人であれば、我々大事なことは、我々の民間参別、いろんな参別ありますけども、主要4参ですよ。方々が候補者を立ててもらって、その方々の上に行ってしまう。いや、100万取ってくださったらいいんですよ。でも100万取るような有名人とはなかなか出ていただけません。100万なんていうのはすごい基本でしょ。本当に超有名でないと100万で取れないということで、なかなかそういった方が、私の2、3届きましたけども、なかなか出ていただけなかったということですけども、こういう方するとちょっと語弊がありますけれども、百の実を取れないような有名人だと怖いですよね。だそういったジレンマがあります。ただやはり、そこら辺は攻めの示せを示さないとなかなか比例も取れていかないし、単に有名人だのにということではなくて、名も通っていてなおかつ仕事もできる方、そういった方をですね、おそらく山上議員はそういう方を想定してもっと探せるということをおっしゃっていただけると思うので、それをぜひやらせていただきたいと思います。ありがとうございます。国民民主党全体の党勢拡大のために今まで取り組んできたこととこれから取り組んでいきたいことをお聞かせくださいというものです。玉木候補、お願いいたします。はい、これはいろんな形でですね、これまで取り組んできましたけれども、一つはやはり全国遊説をしてですね、地域地域の人と直接触れ合い、我々の思いを伝えてきたということであります。で、最初は全然人が集まらなかったんですけども、最近行くと必ずですね、特に動員してなくても人が集まるようになってきたということは、これまでの一つの成果なのかなというのと、あとやっぱりですね、今の時代ネット戦略をよりですね効果的にやっていく必要があるのではないかなと、私もいろんな SNS やってますけれども、最近他党のこともよく分析してますが、いわゆる縦長動画ですね、 TikTok にしてもリールにしても、ああいうものの拡散力がすごくですね上がってきているということを考えると、長い動画とかではなくてショート動画で効率的に党の考え方なんかをですね発信していくことにもっと力を入れる必要があるなというふうに思ってますし、ぜひ取り組んでいきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。続きまして前原候補。はい、
私はやはり候補者を増やすということが何よりも大事だと思っています。先ほど申し上げたように総支部長が23名しかいないと、289のうち23名ではこれはカバーしきれません。やはり発信するためには総支部長を増やしていくということが大事であり、それをしっかりやっていかなくてはいけないと私はそう思っています。それと同時にこの23名の中には比例復活をされた方、そして新人の方々たくさんおられます。私はこの政策本位で非自民非共産の野党協力、野党結集を進めるということの一つの大きなポイントは小選挙区なんですね。比例代表があるからちょっと二大政党にならないということはその通りなんですけれども、小選挙区について言えばやはり自民と一対一でできるだけ対峙をするような環境を作り上げるということは本当にこれ大事だと、死活的に大事だと私は思っています。したがってそういった話し合いをする中で、できる限りもちろん政策一致ということが大事でありますけれども、この枠組み作り、つまりは野党で協力できる選挙区についてはしっかりと話をしていく。そしてまたそれぞれの選挙区において歴史があります。昔の自民党の政治家の方々、有名な方々はみんな政治のプロ、選挙のプロでした。もうすべての選挙区においてどういう状況かということが分かっていた。そういったところをしっかりとサポートする中で我々の独自の候補を出すと同時に我々の仲間が当選しやすい環境を作っていくということにぜひやっていきたいと思います。なんかやっぱ玉木さんと私のアナログとデジタルの違いが出てるような気がいたしましたけども、私はそう思います。以上です。